皆さんこんにちは、 NTM ラダーフレームチャンネルです。前回の動画まだ拝見されてない方は、前回の動画もご視聴の方よろしくお願いします。今回は続きで、あらすじからスタートになってます。それではご覧ください。ショット、無事脱出できてくれよ。よっしゃー、イエーイ、いけましたね。なんとかサンドラダーでいけました。今車載カメラが車にくっついてるので、iPhone で撮影してます。ちょっと手ぶれしますが、デコボコはこっちの方が見やすいかもしれませんね。実はこっちの方が見やすいかもしれない。では遠く目から下ります。今から車載カメラでちょっと走ります。車載カメラちゃうんかい。はい、こちら車載カメラです。今斜面に登ったんですがバックしてます。これバックです。今度前進します。右は、道路で、こちらはちょっと高台に登ったところになってます。右側は絶壁です。約1メーターぐらいの、斜面になってるんですけど、バックしてます。今車載カメラです。全身で斜面に登ります。タイヤが空転しています。はい、今度は
iPhone から撮影です。外から撮影してます。まだ足は伸びきってないですね。はい、それでは再度スタートします。だんだん雨が強くなってきました。雨が強くなってきたのでちょっと森へ、避難して、オフロード走行のちょっとレビューをしたいと思います。その前に、水の中走行です。雨も強まってきたのでね、今日は、スペーシアカスタムの、レビュ ー、オフロードレビューっていうところで、今まで走ってたんですけど終わりにしたいと思います。それでですね、レビューとして最初はめちゃくちゃ怖かった。本当に怖い中やったんですけど、実際、全部終えてみての感想としてはもう全然怖くないです。とにかくこの車はすごい。あのね、さすが鈴木さんで、鈴木のジムニー、JB64 とかそこら辺の技術がもう盛りだくさんにこう含まれてるんで、あの走破性めっちゃくちゃ高いです。というのも多分ね、オフロード走行した時にその最先端技術の、砂でね、あのふかふかの砂でゆっくり走って、ぐるぐるぐると前がこう空転したとしても必ず食うんですよ。あのね、僕が逆に乗ってるサーフとかくるくるくるって、ま、もう空転したらもう終わり。終わりというのはもうその時点でだいたいこう揉まないと出れないとかスタックなんですが、この車例えば前後に振って出たなんてことはまずないです。だいたいもう出ちゃってもう走行したらもうすぐにこう抜けちゃうんですよ。あの苦戦したいところ苦戦できないで抜けちゃうんですよ。そこをどうにかあの揉んで逆に苦戦しようと思ったんですけど結局ダメで、で無理やりこう穴掘って作ってやったんですけど、まあはっきり言って踏めば出ちゃったんですが、まあそこをサンドラダーを使ったっていう動画も織り込んだのはそれの関係なんですけども、はっきり言ってもちろんそのエアロとか気にしたらもちろんすらないように走る技術がない人はやめてください。僕みたいに、走行ものすごく、慣れてる人、オフロード慣れてる人は、まあ大体こう、体格に見ても、
まあ両サイドトレッド幅で見てもここの通っていけばエアロを割らないなすらないなっていうのを分かる人だけができるのはできるんですが、もちろん車高が低いからですよ。ただし全然結構普通行けなくないって思うような場所でも行けちゃったんで、まあ正直肉でも行けるだろうっていう場所を攻めようと思ったんですけど、あまりにも走破性が低かったので、正直肉じゃ絶対行けない場所も行ってやってきました。それでも抜け出しちゃいます。まあ長くなりましたが、スペーシアカスタムのハイブリッドターボですね、めちゃくちゃ頼もしいです。 4WD、 はい、きちんとね、ぐーって揉んでる時にぐーってなってる時にピシューってアクセル抜くとね、聞こえました。しっかりしたターボが入ってるんだなって再確認させてもらった次第です。またね、ターボ仕様のスペーシアカスタムはハイブリッドですので、モーターがついてます。そのモーターも、NA 駆動のスペーシアカスタムよりは、ちょっと強いモーターなんですよ。その辺かな、トルクとして、オフロード走った時にもグッ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 と、本来であればもうちょっと踏み込んでザザザザッと馬力が加わって回っちゃう、空転しちゃうところを、そのトルクのあるモーターが、またこうターボとモーターでですね、グッ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 と、トルクをかけてくれるおかげでゆっくりとトラクションをかけて脱出することができる。これは素晴らしい。ギア比はすんごく低い四輪駆動車並の回転で出られる。ほんとね、大げさに言えば車好きな人に怒られると思うんですけども、ジープの現行型 JL ジープのラングラールビコンのギア比並みの回転で出られる。これは素晴らしい。もう話してたらキリがないんですけども、とにかくオンロードのみで使っていたこのスペーシアちゃん、いやー幅広がりましたね。再確認させていただきました。今回の動画な、ちょっと視聴者さんがオフロード興味ない人とか結構いると思うんですけど、幅広く、ものすごく幅広く見てほしい動画です。これはね、視聴者さん見ていただいた方は、ぜひ、拡散の方お願いいたします。もちろんスペーシアに限らず、鈴木さんであればジムニー、またエブリーとかも、やっぱり同じような、装備が入ってると思いますので、こちらは安心かなと思われます。ただ、まさかここまで、優れていると思わなかったので、これだけすいません、喋らせていただいちゃいました。では、こんな感じで、何か、僕もわからないこととかきっとあると思うので、コメント欄で、コメントの方でいろいろ教えてください。あとは、よかったなと思う方は、グッドボタン押していただけると、もちろん、チャンネルを作る励みにもなる。また、チャンネルを作る励みだけではなく、拡散効果もありますので、これだけすごいよっていうことを伝えたいのを、僕の願いなので、今回の動画、グッドボタン、必ず皆さん押していただけたら嬉しいなと思ってます。スペーシアめっちゃすごいです。今回のスペーシア超出来です。めちゃくちゃすごいです。では、こんな感じで終わりにさせていただきたいと思いますが、NTM ラダーフレームチャンネルですが、今回の動画も、楽しんでいただけたでしょうか。よろしかったらチャンネル登録または高評価、グッドボタンまたコメントの方もよろしくお願いいたします。それではまた、グッド、ラダーフレーム。